초반바타 카토바세確認すると、ランナー一塁だったらどこで何が起こるのか、次どこにあるぞ、そういう声がみんな元気が出る。ただわー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 、来い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 、バッター来い、打て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 、ベンチでさ一生懸命歌いながらやってるのが元気あるチームだったりしたでしょ。そういった時ちゃんと指示の声、確認の声、俺んとこ飛んできたお前に投げるぞとか。そういう声がどこからいろんなところでさ起こってたらすごいどこからでも会話が聞こえる。そしたらグラウンドがすごい活気があるくらいで、それに対して順平がこの間試合でね言ってくれた守備位置もそう全然合ってる間違えてるのはないんだけど、そういう会話をしようよってそういう声をいっぱい出せるようになってきたらチームは絶対強くなる。分かった。でそれで最初自分が正しいと思ってることも多分ねケイタロウ間違えてることです。それを今、大人の試合にしてたり、ミスターの役がちゃんと確認して、今こう思ったんだけど、こうだっていう確認をして、徐々に自分の正しいと思うことに幅を広げていくことができる。そうすると、強く守備は4つ、まずは構えて準備すること。準備するときに一番大事なことが声だね。やっぱりそっちじゃないよ、こっちだよ。いや、俺はこう思ってるから、ここでいい。ね、こっち飛んだら俺が入るから、じゃあお前そっちねって、これが準備だから構えられる、ね、次はボールを追っかける、取る、投げる、この4つしかないんだよ、ね、これがしっかりできること。だからそのためにキャッチボールしなきゃいけない、トレーニング、ああいうのをやらなきゃいけない。こうやって追うのに、わだ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 してたらボールなんか見えないよ。だからしっかり最初にトレーナーの人をやるときに、タラタラタラから喋ってちゃ、ボールが取れない、絶対。あそこをしっかりやるためにやって初めてボールが取れる。取れないやついっぱいいるじゃん、まだ。それはなんでかって言ったら、最初のトレーニングをしっかりやれてないんでしょ。あれやったら絶対取れる。投げるのはキャッチボール、ね、しっかり構えるのに、こっちに呼んでるのにここに来ないとアウトできない。だからキャッチボールしっかりやる。で、受ける方もしっかり投げろって言ってあげる。ね、そうだ、大事。これが絶対できたら勝てるよ。これができないから勝てる。勝ったり負けたり、ね、これをしっかりできる。またよし、もうちょっといくぞ。守りつけ、ライトとレフト交代しよう。ライトとレフト交代で、サードタクマ、サード後半センター、後半センター押しゲー、レフトゲー投げるとこがなく、ちゃんとランナー止まって投げるとこがなかったら、すぐこっちまで走ってくる。草野球のナンバーワン